から知事体で記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手の上社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問どうございますか。では一番前、読売新聞。読売新聞の阿部です。おはようございます。おはようございます。オリパラについて伺います。はい。海外からの観客受け入れを断念することが正式に決まりました。これについて知事の受け止めと、25日からは県内で聖火リレーがスタートしますけれども、グランドスタートも無観客で行われます。こうした中でその福島の姿っていうのを国内外にどう発信していきたいと考えているかお願いします。はい。一昨日開催されました IOC、IPC、組織委員会等による5者会議において、海外から来日をされる観客について受け入れを見送ることで合意されました。復興五輪として開催される東京大会では、これまでいただいたこの10年間のご支援の感謝の思い、あるいは福島県が復興に向けて前進をしている姿、依然としてさまざまな課題に向き合っている姿などを発信できるよう、私ども準備を進めてきたところであります。これまでは国内外から多くの方々に福島に来ていただいて、本県の現状や魅力を直接実感していただくことを想定していました。しかし海外からの観客が見送られたこと、あと昨今のこの新型感染症の状況等を考えますと、これまで想定していた形での情報発信は現実的には難しいと考えております。県内では聖火リレーのグランドスタートが3日後に迫っています。大会に向けてさまざまな取り組みを進めております。県としても大会における観客数の取り扱い等も見極めながら、関係の皆さんと知恵や工夫を出し合いながら、震災から10年が経過をした福島の今を効果的に発信できるよう取り組んでまいります。もう一問伺わせていただきます。コロナに関してなんですけれども、政府は次の波に備えて、病床の確保計画の見直しを都道府県に、求める方針です。県はすでに計画を超える469床確保されてますけれども、さらなる確保が必要とお考えかどうか、現時点で知事のお考えをお聞かせください。はい。新型コロナウイルス感染症の状況、福島県でも感染者の継続をしている状況にあります。また1都3県においては緊急事態宣言解除されておりますが、また少し増加の傾向が見られるという現実もございます。また特に懸念をしておりますのは、隣接県である宮城県、山形県でここ数日過去最多の感染者数を更新しているという状況にございます。こういう中において、やはり福島県においても今病床の逼迫度合い、やはり高い水準、これが現実としてありますので、今後どうやってこう感染された方を病院に安定的に入れていくことができるかどうか、受け入れることができるかどうか、今政府からの指示も含めてですね、検討を深めていきたいと考えております。これまで政府がある程度想定した前提において用意したものを上回る一応病床数用意してはありますが、やはりまた今後第4波ということも十分あり得るわけですので、そういった可能性を念頭に置きながら関係機関と連携をして検討を進めていきたいと考えております。その他はございますでしょうか。じゃあこっち側前、NHK さん。NHK の佐野です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今のコロナの関連なんですけれども、はい、まず病床も含めてですね、指標の方の数字がだいぶ上がってきている状況で、はい、現状どう、感染状況のステージにどう捉えていらっしゃるのかというのが一つと、あと死亡率ですね、他県に比べて感染者数に比べて死者の数が相当多いと。でやっぱりクラスター、病院高齢者施設のクラスターが原因だという指摘はあるんですけれども、本当にそれだけなのかと、そこの部分もやっとしているところがやっぱり県民の不安というのがつながっているんじゃないかと思うんですけれども、この死亡率のその高さの要因というのを改めてお伺いしたいのと、あとその数字を下げるためにどうしていくのか、県の取り組みについてお伺いしたい。まず感染ステージについてであります。福島県における指標は病床全体の占有率がステージ4の目安を超えております。
また病床のうち重症者用病床の占有率および直近1週間と先週1週間との感染者数の比較がステージ3の目安を超えております。一方残りの4つの指標についてはステージ3の目安には至っておりません。このような状況を踏まえて福島県は現在もステージ2相当であると判断をしております。一方で最近の傾向として今もお話しいただきましたが病院や高齢者施設で発生したクラスターの関係者とそれ以外の新規感染者がどちらも継続して確認されるとともに感染経路不明者の割合も増加している状況であります。ここで万一飲食や会食等によって今回の病院高齢者施設とは関連のない新たなクラスターが発生した場合年末年始の際を超えるような爆発的な感染拡大につながる恐れもあります。これから昨年の第一波が訪れた年度末年度始めの時期を迎えます。このため県民の皆さん事業者の皆さんには今後も引き続き気を緩めることなく感染防止対策を徹底していただくよう訴えていきたいと考えております。また死亡率の問題であります。福島県においてはこれまで104名の方が亡くなられております。心から哀悼の意を表します。陽性者に対する死亡者の割合は 4% を超え全国に比べて高い状況にあります。死亡者は70歳以上の方が9割以上を占め多くが他の疾患を抱えられた院内施設内感染による事例となっていることが福島県の死亡率が高い要因の一つであります。高齢者や基礎疾患のある方が集まる医療機関や高齢者施設等においてはより一層の感染防止の徹底が求められます。引き続きこういった方々との連携を密にして高齢者対策しっかり行えるよう取り組んでまいります。よろしいですか。その方でございますか。じゃあ窓側一番後ろ各新報さん。福島関側です、はい、まずオリンピックについて伺いますけれども、はい、福島の今を効果的に発信していくというふうにおっしゃいましたけれども、日本に来られない方に発信するというと、ネットになるんじゃないかなと思うんですけど、ネットが中心になるんじゃないかと思いますけれども、これまでもネットでの発信というのはこれ十分やってきたと思いますけれども、どういうものが効果的になりうるのかということが1点、海外客 の来日を見送るということで、政府はコロナに打ち勝った証としての五輪だというふうにをやるというふうに言ってましたけれども、結局今回の五輪はそういうふうになったか、知事のお考えを伺います。まずウィズコロナにおける特に海外への情報の発信についてであります。1年以上前に想定していたものとは全く異なる状況になっております。そういう中で今年に入りまして、特に東日本大震災原発事故から10年ということもありまして、海外メディアからの取材も様々いただいております。例えば外国人の特派員協会フォーリンエクスプレスセンター、あるいは大学からのですね講演の依頼等々がございます。そういう中で簡潔に今の福島の光と影、そして復興に向けた取り組みをパワーポイント等を使ってプレゼンテーションを行いまして、その後質疑応答を受けるということを続けております。こういったことによってこれまで以上にそういったものが深まる部分はあるかと思います。ただやはり我々が想定していた本来の姿に比べれば限定的だというところも事実かと思います。また海外のメディアからですね、そういった取材に加えまた別のですね投稿依頼等も受けておりますので、そういったものも極力受けることにしているところでございます。ただやはりこれが本来の姿かというとやはり残念なところがあるなというところが率直な思いであります。で政府においても昨年安倍総理がですね1年延長した際には完全な形でのオリンピック・パラリンピックの開催を目指しておられたと思います。
ただ今現在の聖火リレーの段階ということになりて、また7月の東京オリンピック・パラリンピックはまだ今後の推移によって若干事態の変化プラスでもあるかと思うんですが、いずれにしても今回の聖火リレーの段階ということで申し上げますと、まだウィズコロナ、コロナによって我々がむしろ対策を変えていかなければいけない、そういう形になっているのが日本あるいは世界の現実だと思います。ただこの与えられた条件、制約条件の中でグランドスタートを担う福島県として最善を尽くし、感染防止対策は当然ながら徹底して行っていかなければいけませんし、一方で聖火リレーも平和の思い、灯火をつなげていくという大切な役割があります。これを3日間福島県で行って、次の栃木県、群馬県等にこうつないでいくということも重要な役割だと考えております。もう一点、コロナの関係で宮城県が仙台市が独自の緊急事態宣言というのを出して4月11日まで発令してますけれども、福島県は関東を、まあ、念頭において感染拡大地域との往来自粛というのを呼びかけお願いしている状況だと思いますけれども、宮城についてはどのような対応を考えていらっしゃるのか、はい、宮城県においてはここ1週間ほど急激に感染者数が増加をして大変ご苦労されておられます。そういう中で宮城県仙台市等が連携をしまして独自の緊急事態宣言を発出をし、宮城県民、仙台市民に対して外出自粛の要請等がなされているところであります。で、福島県民の皆さんにおかれては不要不急の往来、宮城県との往来を控えていただくようお願いをしているところでございます。また1都3県も緊急事態宣言解除されてはおりますが、やはり依然として高い水準にあることは変わっておりません。したがってやはりできるだけその必要性というものを慎重に判断をしていただいて対応していただくということが福島県民の皆さんにとって重要だと思っておりますので、こういった点も合わせて県民の皆さんに、メディアの皆さんのお力もお借りしながら伝えていくことを、しっかり努力をしていきたいと思います。共同通信の高田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、先週の土曜日なんですけれども、宮城県沖で地震があって、福島県内全域でも揺れが確認されて、一時宮城県では津波注意報を発令されました。で、先月13日にも東日本大震災の余震があったところなんですけれども、福島県として今週に聖火リレーを控える中で、そうした災害への懸念について考えをお聞かせいただきたいのと、またリレー開催期間に地震とか津波のような有事の災害があった場合の対応の対策について強化したいことがあれば教えてください。はい、一昨日宮城県沖を震源とする最大震度5強の地震が発生をしました。宮城県沖に津波注意報が発表され、福島県においても相馬市や田村市など9市町村において震度5弱を観測をいたしました。県では速やかに特別警戒配備体制を取って被害状況の確認を行いました。これまでのところ大きな被害は確認をされておりません。気象庁の発表では、地震発生から1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意する必要があります。揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていることから、今後の地震や降雨の状況に十分注意をする必要があります。県民の皆さんにおいては、先月2月13日の福島県沖地震の衝撃が落ち着く間もなく再び強い地震に見舞われました。10年前の東日本大震災以降地震が多く発生していることから、引き続き注意をしていただき、家庭内の家具の固定や家族で避難する際の避難先の確認など事前の備えを十分にしていただきたいと考えております。また聖火リレーにおける対応であります。聖火リレーにおいては今回例えばグランドスタート、あと沿道、そしてセレブレーションの場所、こういったところには
多くの係員を配置をしております。でその中でまず3密対策ということで常にこう臨機応変に対応できるようにしているところでありますので、そういう状況の中で万が一地震あるいは津波等の恐れがある場合にはですね、アナウンスメントをしっかり現地で行って聖火リレーその後どうするかということも速やかに判断をしていく。でその際やはり安全を第一にするということが何よりも重要だと考えております。組織委員会とあと3日になりますが、先日の宮城県沖地震、先月の福島県沖地震、この対応も含めて改めてこういった自然災害が起きた場合、あるいは大雨等も理論的にはあり得るわけですので、こういった場合における臨機応変の対応をどうするかということを事前に準備をしていくことが重要だと考えております。ありがとうございます。あともう一点、聖火リレーの関係で、はい、今先ほど光と影という話、はい、発信していきたいという話があったんですけれども、まあ、その避難地域の走るルートを見ますと、まあ、復興が進んだところ帰還困難区域は実質的にルートにできないという事情もあると思うんですけれども、まあ、帰還困難区域の住民からは福島のこれが本当の姿ではないという意見もあります。影の部分について知事としてどのように発信していきたいのかお聞かせください。昨年からですね、この聖火リレーのルートについて似たようなご指摘いただいておりますが、私が光と影を発信すると言っていますのが、私自身がいろんな場において非常に数多く今40、50の場をこの2ヶ月ぐらいで与えていただいています。そういう場において福島の持っている課題というものを非常に明確に具体的にお伝えをするという努力を続けておりますので、やはりそういう中で丁寧に発信していくことが重要だと考えております。一方で聖火リレーのルート選定、各自治体の思いもあって今こういう状況になっておりますが、その中でそれぞれの自治体がですね、復興が前に進んでいる部分、また一方で課題抱えているということをですね、各自治体の首長さんも私と同じように発信をしていただいております。そういったさまざまな発信の仕方を合わせていく中で、福島県の現状というものをより正確に発信していくことが大切な役割だと考えております。では一番後ろ、福島人さん。民友新聞水野と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナの関係で、まあ、先週もちょっとお聞きしたんですけれども、はい、今月末を期限とする重点対策期間の延長の今のお考えについてと、はい、まあ、先ほど死亡率の話もありましたが、その高齢者施設病院でのクラスターを防ぐためにさらにこうギアチェンジをされるかどうか含めて教えてください。はい、県内における感染状況でありますが、2月中旬から複数のクラスターが発生をするなど、感染者数が急増して医療提供体制の負荷が増しています。こうした現在の状況を踏まえますと、4月以降も継続して注意喚起を行っていく必要があると考えております。また県内の状況に加え、先ほど申し上げたような宮城県、山形県といった近県の状況も合わせて考えていく必要があると思います。4月以降の具体的な対策については、今後の県内の感染状況や医療提供体制の状況を踏まえて検討してまいります。また今ですね、やはりこう病院、高齢者施設でのクラスターが多く発生しております。2月から3月にかけて福島県がクラスター9件発生していますが、そのうち7件が病院と高齢者施設、残り2件が学校であります。で新規感染者数を見ても、この7件の病院、高齢者施設の数が圧倒的に多いという現実がございます。やはりこれは重点対策、緊急対策から重点対策に移行した時から他県の状況を見て想定はしておりましたが、結果としてその想定が残念ながら当たってしまっております。やはり病院、高齢者施設において感染者が発生しますと、そこからどうしても密室の空間で接触しての医療ですとかケアということになりますので、どうしても移りやすい状況にあります。こういった点ですね、福島県内の医療機関と各市町村における高齢者施設に幾度も幾度もお話をし、また伝え方もですね、専門家に実際に行っていただく、あるいは専門家によるオンラインでの
実際の説明会を行う、質疑応答を行うなど、いろんな手段を通じて今徹底に努めておりますが、結局最後は病院高齢者施設に関わる職員さん、あるいは関係者お一人お一人の行動にやはり返ってくるところでございますので、今の福島県の厳しい状況、特に病床が逼迫しているという状況を訴えながら、皆さんの一日一日の感染防止対策を徹底していただくように、県として重ねて努力を続けてまいります。よろしいでしょうか。で、申し訳ありません、お時間の関係もありますので、最後に1問だけ、じゃあ一番下の毎日新聞さん。毎日新聞の高橋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。すみません、冒頭の方であった死亡率の話に戻ってしまうんですが、はい、知事もご説明いただいたように、確かに病院などでのですね、クラスターによって最近やっぱり数が積み上がっているというのは分かるんですが、ただやっぱり病院の中で発生した場合、他県でもやっぱり同じように死亡率は高くなるはずで、これだけでは死亡率が高いことの理由にはならないのかなと思っています。この点ですね、これまで、確認された感染者の中で施設内での感染の割合が高いとかですね、そういった補強するデータがあれば分かるんですが、そういったデータがあるのかということと、あともう1点はこの点についてやはり事務方にも聞いてはみるんですけれども、他県の数字がやっぱり入ってきにくいので、どうしても分析しようにも限界があるというようなお話を聞きまして、それはまあ無理もないのかなというふうに思ったんですが、その点やっぱり広域的なことなので、どちらかというと政治の話なのかなと思うんですが、その点知事の、はい、聞かせてください。重要なご指摘だと思います。県民の皆さんもですね、やはりこの高齢者の死亡率見て非常に不安に思う方、ご心配されている方も多いと思います。今いただいた意見、真摯に受け止めさせていただいて、もう少しこう具体的なデータを分かりやすく出すことができないか、事務方に分析をさせます。で、また合わせて他県においてもですね、やはりこの高齢者の死亡率の問題というのは同じように重要な深刻な問題であろうかと思います。やはり遺族のご心情とかですね、さまざまもちろん大事な部分あると思いますが、客観的なデータとして抜いて出すことも可動な部分もあるかと思います。で、これは厚生労働省等々国に対してですが、県からもですね、よりこう精緻な分析するための客観的なデータ、個人情報にかかるものはもちろん除いてということになりますが、そういった工夫ができないのかどうか、こういったものを協議をしてみたいと思います。もう一人民放近藤さん。じゃあどうぞ。福島民放社の近藤です。ありがとうございます。はい、ちょっと聖火リレーの話に戻ってしまうんですが、はい、3日後に迫ってグランドスタートが J ビレッジということで、はい、その場所というのは復興五輪を発信するためにも意味のある重要な場所だと思います。まあ、コロナという中でコロナに打ち勝つという部分が今色濃くなってきていますが、福島県としてのその復興五輪を示すため J ビレッジという場所も踏まえて、グランドスタートで知事がどんなメッセージを発信したいか改めてお聞かせください。はい、やはり1年数ヶ月前と今と全く異なる状況にありまして、今日も3日後に迫っているんですが、やはりこう晴れ晴れとした表情でですね、迎えるという状況にはないと思っております。まず第一、一番大事なことは新型感染症対策を福島県でもあと全国でも徹底をして新規感染者数を減らしていくこと、これ福島県を皮切りにスタートして各47都道府県回っていくわけですが、それの大前提だと考えております。したがってまず気を引き締めて福島県としては3日間に臨む。で、もちろんそのスタートの地が J ビレッジであること、これは我々にとって J ビレッジ、ご承知の通り福島第一原発の廃炉対策の前線拠点でありましたので、一つの復興の大事なシンボルであります。で、グランドスタートの地に選ばれたことを非常に嬉しく思っておりますが、ただ今はその喜びよりもこの3日間をどうやって安全に安心に終えることができるか、栃木県さんにしっかり引き継いでいけるかということに対するこう引き締まった思いというものが、むしろ私の心の中ではウエイトが多い、これが現実であります。3日間終わったところで安心して少しほっとできるかもしれませんが、そのためになすべきこと、これからの本番の3日と準備の3日合わせて1週間弱ありますので、ここが大事なところだと考えております。で、また県民の皆さん、聖火リレー沿道でですね、
一定程度の配慮をしていただきながら見ていただくことができるんですが、くれぐれも感染防止対策注意をしていただく。で、万が一密になる状態があれば、そこの場所はスキップします。そういうこともぜひ念頭に置いていただいて、密集することなく感染防止対策を講じた上で、この聖火リレーをですね、拍手で温かく見守っていただく。それを福島の地からしっかりスタートすることが何よりも重要だと考えております。それでは以上で定例会見終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。